で、一番大事な、伸ばす具体策ですね。詰める力というのは、丸1から丸4までに分解されております。精鋭読力。詰めて読み切る。読み落としがないみたいなことですね。要約力。ここが大事なことだっていう、さっき言った、鍵とか、ピッと、本質とかをピッと掴む力ですね。で、これは見える力とも連動している部分でもあるんですけどね。この要約の当たり具合の、この、なんていうのかな。詰め切った要点になってますか？君は要点って言ってるけど、漠然とした要点が言ってるね、みたいな。こう、人をいっぱい社会で接してると、この壁に当たるじゃないですか。あれこの子ダメだなって思うのは、こう、要点が要点になってないみたいな。だら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 同じことばっかり言っててみたいなね。やっぱり頭の人たちと会うと、もう要点の当たった話しなきゃ、もうあっち行かれるぐらい、ピッ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 ってこう、要点話してますよね。まあそういう要約力ですね。それから論理力、さっき言いました、説明しました。それから意志力って書いてあるのは、まあこれ場合の、場合分けの部分でもあるんですけど、やりきる力。これは今、グリッドっていう言葉で、10年ぐらい前からですかね、社会人のビジネス本からなんかスタートして、今結構使われてますよね。グリッド、グリッド。僕はもう、30年前花丸作った時点で、この意志力っていう言い方で、やりきる力っていうのは、現場で子供たち見てて、えらい差がつく要点になってますねって、もう気づいてました。つまり、持って生まれたちょっとした才能が、あるとかじゃなくて、最後は根性と言い換えられるような部分で差がつくんですよね、入試とか見てると。うわ難しい問題が6年生最後続く。もうやーだーってなっちゃうか、ずっと諦めたくないと思うかみたいな、この壁ですね。これは結構本当に精神力みたいな部分でもあると思うんですけど、差がつくんですよ、ここは。間違いなく。つまりグリッドっていう言葉が社会人の成功者の要件だって言われてることなぐらいですから。つまり、こういう部分って大事ですよね。で、さあ、それを伸ばしましょう。一番、精読力。これは、例えばね、どういうことかというと、よく文章台で壁に当たるって、ちょっと言いましたね。文章台で壁に当たるときにね、なんで壁に当たるかっていうとね、文章をずーっと読んで、イメージし、言葉からイメージを描いて、ここがポイントじゃんっていうね、こう、文字面から描けるものをちゃんと描いた上で、その奥にある見えない要点、みたいなことを見えなきゃいけないんですよね。すごい集中しなきゃいけなくって、これって。で、しかも、まあ、この精読力っていうところで強調したいのは、読み落としがあっちゃいけないんですよ。で、これが、よくある質問。お母さんの、例えば、あるお母さんが来ました。うちの子文章でできないんですよ。もう、やっぱりね、本読まないからですよね、あの子っていうお母さん。はい、これ B さん来ました。先生、うちの子ね、本だけやったらいっぱい読むくせにね、文章で間違えるんですよ。まっみたいな、この感じ。これ面白いでしょ？つまり、この 2件から言えることは何かというと、本を読むことと精読力は基本関係ない。本を読むことは大事です。間違いなく。これ満読力なんて言ってますけどね。もう、好きで好きでたまんなくて、本世界に入り込んでね、人の人生を味わったり、冒険世界を味わったり、別の世界を味わったりね、他者性を味わったりね、もうお医者さんになってみたり、もう、いろいろじゃないですか。もう、ノーベル賞になった自分、想像できるわけです。でこの喜びね、王女様になったり。で、こういうものを味わうのが本の基本的な喜びだとしてね、この精読力っていうのはね、仕事のように読めなきゃいけない。で、よく使う例ですけども、こういう話ですよと。例えば、文章題の間違いってこういうことじゃないですか。100メートルのお寺の、まあ、神社の参道に、ガランとしてたんで、並木道にすることにしました。道の両側に10メートルごとに、一本ずつ植えて、端に一本植える形で100メートルの参道、植えます。何本植えればいいですかみたいな時にですね。もう、ぼーってして、計算だけ早かったっていう子たち何かってね。もうね、これ100と10しか見てないんですよ。100足す 10? 違うの ?100 引く 10? じゃあ掛け算、割り算どっちみたいな。何算どっちって言い出したら、これはもう黄色通り越して赤ですから。もう全く何も考えてないっていう子ですから。得意な計算という作業に早く落とし込みたいな、そこだけは言って、みたいな。
いや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 、あなた、その思考をすることこそを大事にしなきゃいけないのに、作業屋でいいです、僕って言ってるんですよね。これはもう人工知能コンピューターにとって代わられる仕事ですから、それアウトですね。で、じゃあ、ちょっと気の利いた子で言うと、100割る10ですよね。簡単です、これ。だって、10メートル1本です。100割るって10分。違うよ。え、なんでなんで？あ、これは植木算ってやつですね。つまり、100割る10の10、間が10個あったっていうだけで、端っこから端っこだと10足す1ね。指の間が4つだったら指は5本みたいなことですね。間が10個だったら木は11本あるじゃないですか。答えは11本でーす。また間違い。なぜか。問題文読んでごらん。道の両側って書いてあるよ。みたいな話ですね。この両側っていう2文字を読み落とすと、アウト。で、こういうことって、世界で飯食ってきてくる山ほどありますね。あんた書いてあるじゃん、こう企画書に。なんてことやってないのって怒られる部下みたいですね。で、こう読み落としみたいなことってね、人生に大穴を開ける部分でもあるんですよ、この部分って。腹立つんですよ、ちゃんとやれる人からすると。なんで漏れんの、それってことになったりするわけですね。で、こう入試でも差がつく力で、で、これはどう伸ばせばよいかというと、もちろん読書は一つの道ではありますよと。で、精読の感覚ってこれね、精読の感覚をつかまなきゃいけない。もうよく言うのは、読むと言っても精読と満読があるっていうのは、例えば乗ると言っても、自転車に乗れる人と一輪車に乗れる人は、同じようにサドルに乗ってなんか乗り物乗ってんだけど、もう違う乗り方じゃないですか。一輪車に乗る人と一輪車に乗る乗り方を体得しないと乗れないですよね。と同じように、文章題が読める読み方を体得しなきゃいけない。一回体得すると、一気に漏れがない読み方ができるんだが、ダラーンとして計算だけやろうみたいなことやってると、ずーっと。で、できない。またネガティブなことを言われる。あんた、ちょっとやめなさいって言ってるじゃんみたいなことを言われると、もういよいよやる気がなくなる。やる気がなくなったらもう人生終わりですから。何事もそこ、その部分はもうできませんから。伸びるわけないので、意欲1ですからね。1に意欲ですから、ね。やる気って大事なんで、そこはやっぱぶっ潰されてるともうダメで。で、まあ、言いたかったら、その文章だけできなくなりますよってことで、その時にね、どう具体的にやればいいかというと、その一輪車の乗り方を、じゃあ、ちょっと我が子にやるときにどうすればいいかっていうのが一つが桜方式ですね。桜方式というのはうちの授業でやってる桜ですよ。あれは本当に実力出ます。何かというと、何でもいいですけども、注文の多い料理店みたいなのをバーって呼んでる。その時漁師たちは何とかゴールしましたんですね。で、聞いてなさいと。幼児と、うちは3年生ぐらいまで幼児と位置づけてますけども、聞く力がすごいあってね。傾聴、成長ができる子は、精読ができるんです。もう発達段階としても、こう聞くと見るっていうのはもう、発達段階繋がってると思うんです。つまり、ぐーんって集中して聞く、聞き方。つまり、奥にある大事なことみたいなことを想像しながら聞く力が、想像しながら読む力に繋がってるんです。で、ここの部分で、桜方式が非常に有効。どこで終わるか分かんないよーっていう物語の読み方をしといて、はい、ここまで突然終わるんです。どこで終わるか分かんないから、ずーっとちゃんと、傾聴、成長してなきゃいけない。で、置いて、じゃあ聞くよ。じゃあ最初の、ドアを開けたところに書いてあった言葉は何でしょうみたいなことでね、こうやっていくわけです。そうするとね、もうその中の文章に書かれてないようなことも聞いたりしてね。じゃあお父さんの左手を繋いでたのは妹でしょうか弟でしょうかみたいな。ええー、わかんない、わかんない、書いてなかったじゃん。いやいや、パパっていつも指輪してるねって言ったのが妹だから、左手は妹だよ。みたいなこととかね。こう、描いてなきゃいけないみたいなこと。あったりするわけですね。で、まあまあそういうようなことを聞くと、ぐーんと集中して聞く力。これはもうね、ぜひ授業を一回見に来てください。もうどんだけ子供が集中して、聞いてるか。そして、幼児ってすごい覚えてるか。で、こういうことを鍛えることによって、次の精読につなげられますよ。これはやればやるほどいい。ただ、ね、お母さんとやるとね、これはまああんまり、なんだ、芸風が問われる。芸風が。楽しくやらなきゃいけないんですよ、こう桜のゲームって。お母さんはね、あんたの精読力伸ばすの聞いてきたよ。ちょっと座んなさい。いや、行くよ、じゃあ。注文の料理店、なんでかなじゃあ、聞いてるんだし。なんでかなはい、じゃあもうね、なんで聞いてないのみたいな。ここなると、もうやる気もないもん、楽しくない。ゲームとしてやらなきゃいけないです。ゲーム風が通られるんですよ。だから、お父さんの方がちょっとマシだったりするし、一般的にね、まあ逆もありますけど、
よその子だったらできるんですよ。ね、まあよく言いますけど、お隣さん同士で子供を同級生だったら交換して、お隣の子には優しくできますよ、お母さんは。そっかなーと言いながらこうやってやります。我が子ができない。はーってなりますからね。ぜひここは気をつけて。で、この桜方式は一つに有効。それから、あれですね。音読打率ゲーム。これ、例えば、どういうことかというとですね。読みに漏れが出る子っていうのはね、音読させるとね、はっきり出るんですよ。あれって要するに、バグが出る話なんで、注意欠陥状態になるっていうことなんですよね。ぼーっと過ごす。で、全部にガーガーッ張り詰めて読むっていうことをやらなきゃいけないので、音読にかなり反映されてて、これは僕は現場で体得したんですよ。これ結構読めるな、実力が、と思ってですね。で、例えば中3で、国語の、長文読解の部分だけがすごいできない。なんかのめり込めないっすよ、みたいな形。いや、数学はできる子だから、地頭はいいんですよ、地の頭。だけど、そこをダメ。で、何したかっていうと、中3のですね、夏ですよ。音読打率ゲームをやって、例えば50行ぐらい僕は読んでる。で、逆。本人に読ませる。50行ぐらい。で、横で聞いてる僕は、テニオーハー一つでもちょっと間違ったらチェック。よくありますよ。こう読んで、お互い読めばすぐ出ますよ。言葉の間違いとか。で、その間違いがあるためちょっとしたチェックってやってね。まあそうですね。50行の文章を読ませて、5個以内だったら、まずトップクラスです。実力的に。これも現場でやったデータですから。で、まあ大体ですけどね。まあまたこれはまたどっか中野さんあたりに検証してもらうときは来るかもしれませんけども、そういう形で、言いたかったのは、音読打率ゲームをやるとですね、我が子の、この漏れっていうのが非常にわかるんですよ。だから音読してるんですよっていうことですね。で、これはもう別の講演でも言いましたし、ニュースピックスのあるところでね、出た時にお母さんからの質問で一つあったのが、学校ってね、の宿題って意味わかんないの出しますよね、みたいなこと言われてね、音読って本当に意味ないですよね、的なことを言われたんですよ。で、僕は、いや、それはわかってないですよ。音読ってすごい大事だから、何かと今の話して、精読につながるような音読をさせなきゃいけないんですよ。聞いてる側も真剣勝負で、読み落とした、ダメだってことをやりながら、やんなきゃいけない。で、ガーッと漏れのない音読ができるようになっていくっていう、これ、要するに注意の練習なんですね。注意力を上げる練習なんですよ、音読打率ゲームって。で、これをやるっていうことをイメージしてると、音読って、宿題ってすごく大事だなってことになりますよねって言ったら、なるほどっておっしゃってましたね。で、みたいなことです。ぜひやってみてください。もう、精読力がテーマでした。で、次、要約力ですね。